2月の開戦時は圧倒的にロシア有利と思われていたウクライナ戦争だけど、西側諸国からの兵器供与を受けたウクライナが徐々に盛り返し、ロシア軍劣勢とも囁かれているよね。そんな中、ロシア南部ベルゴロド州にウクライナ軍が攻撃を仕掛け、集合住宅と弾薬庫が破壊したという情報をゲットしたよ。ロシア軍はウクライナ軍の砲撃と主張しているが、ロシア軍の質の悪い砲弾が方向を誤って自国領内に落ちたのかもという意見もあるようだな。ロシア軍のやることだから、自作自演でウクライナの攻撃と見せかけるような行動も頷けちゃうよね。さて今回は、ベルゴロド州の弾薬庫と集合住宅への砲撃について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。10月13日、ロシア南部ウクライナ国境に近いベルゴロド州のグラトコフ知事がメッセージアプリのテレグラム上に、ウクライナ軍の砲撃によって弾薬庫で火災が発生し集合住宅などが破壊されたという記事をアップしたよ。その内容だけどウクライナ軍がベルゴロドを砲撃し、グブキン通りの集合住宅が破壊されたというもので、攻撃を受けた詳しい場所だけど、ベルゴロド市近郊のクラスノエという集落の学校の校庭付近だったそうで、不幸中の幸いというべきか、生徒たちは自宅でのオンライン授業を受けていたため、死傷者は出なかったということみたい。グラトコフ知事はそれ以後もテレグラムへ投稿していて、ベルゴロド州内の弾薬庫がウクライナの砲撃によって爆発したため、火災が発生したという情報もアップしており、こちらも幸いなことに村民は避難していたので、死傷者は皆無だったらしいよ。知事は前からベルゴロドがウクライナ軍の砲撃を受けているとテレグラムに幾度となく投稿していて、この数日前にはウクライナ軍の電力施設への砲撃によって、一時的に停電が発生し、約2000人に影響が出たと投稿したけど、ウクライナ側はこの砲撃については全面的に関与を否定しているみたい。ではウクライナはどういう対応だったの？ポドリャク大統領府顧問は前述のベルゴロド州知事の主張を否定すると同時に、ロシア軍はハルキウを砲撃しようとしたが、何らかの不具合が起こったため失敗したのだろうという見解を示したんだけど、この点に関しても現在のところ詳細は伝えられていないんだ。地理的に見るとベルゴロド市とハルキウ市との距離は国境を挟んでたったの 60km ほどで、ウクライナ側の国境付近からの攻撃を考えると、一躍有名になったハイマースを使わなくても、榴弾砲による通常砲弾でも攻撃できる近さなんだよね。しかし東部戦線のウクライナ軍はハルキウ州奪還を、ベルゴロドをスルーして、ルハンシク州のスパトボ方面やバフムートの攻防戦に兵力を集中していて、つまりベルゴロドはドンバス地方のロシア軍補給線から外れたことになるから、わざわざその街を攻撃する必要はないのではという意見もあるみたい。要するに、戦争に直接関わらない場所を攻撃して砲弾や人力を消費する必要はないということだよ。費用対効果を考えることも、戦時には必要不可欠だもんね。となると、ベルゴロド砲撃はロシアによる自作自演の偽旗作戦ではないのかという意見が出てきていて、ネット掲示板や SNS などでは、ベルゴロドが炎上している映像や画像に対して本当にこれがベルゴロドの様子としたら、砲撃のせいというには火災が小規模すぎるといった突っ込み指摘もあるみたいで、やはりロシアの自作自演かパルチザン的活動、あるいはロシア国内の反プーチン政権勢力によるものではないかという推理も出ていると聞くよ。東部戦線の様子を見ると、ウクライナ軍がまさに電撃的にハルキウ州ほぼ全土奪還後にはルハンシク州のスバトボ方面、ドネツク州の北部リマンを奪還しており、その後はスラビャンスクやクラマトルスクを拠点にドネツク州北部の要衝バフムートまで進軍し、ルハンシク南部のリシチャンシクやセベロドネツクの奪還までも伺う動きを見せたんだ。しかし、ロシア軍は以前からドネツク州の完全制圧を目指し、その一歩としてスラビャンスクとクラマトルスクの制圧を目的にしていたので、道筋にあるバフムート近郊では両軍がぶつかり、激戦が展開されていたみたい。これについてはゼレンスキー大統領がドンバス地方の我が軍はバフムート方面で陣地を維持しているが、厳しい戦闘を展開していると言ったので、改めて事実が明らかになっているよ。その状況下で、
13日には東部ドンバス地方の親ロシア派武装勢力がバフムート近郊の2つの集落を掌握したという発表があり、ウクライナ軍優勢と見られている中で、ロシア側がここで唯一支配地域を広げたということになるかもね。また、この地域にはプーチンの私兵とも称されるロシアの民間軍事組織ワグネルの部隊も配備されており、プーチンとも親しいと言われるワグネルの社長は、恩赦を餌に囚人を兵士として戦地へ駆り出していると言われていて、訓練もろくろくされず、生きられるということだけで戦場へ行った人間が果たして戦力として役立つものか、甚だ疑問だな。相手側のウクライナの被害も心配されるところだよね。付け焼き場の兵士たちも心もとないのだが、肝心のドンバス地方のロシア正規軍は敗退し続けているらしいと言われているからな。新ロシア派武装勢力やワグネルがバフムートを制圧できたと仮定しても、制圧からさほど時間を置かずウクライナ軍が包囲し、これらの兵士たちは補給路を断たれる可能性も高いと推理されているぜ。戦場周辺のロシア正規軍の士気は乏しく、兵力も少ないことは無視できないファクターで、簡単に言えば逆にロシア正規軍が新ロシア派武装勢力の足を引っ張りかねない状況だもんな。西側のメディアや軍事ジャーナリストなどの推測ではバフムートにこだわるとロシアは、戦意の高い貴重な兵力新ロシア派武装勢力や民間軍事組織などを失うことになりかねないと公言しているよ。もともとウクライナは1991年に崩壊した旧ソ連の構成国の中でも一番面積も広く、強力な国で、旧ソ連とのつながりも深かったウクライナには旧ソ連に愛席を抱いている人も当然多かっただろうし、その思いが高じて、ウクライナから独立してロシアに入りたいと願う人間が多くなったとしても不思議はないよね。新ロシア派勢力にとっては、ロシア支配下のクリミアや制圧した地域こそ新しい祖国と考えているだろうし、となると、ウクライナ軍が東部や南部を奪還したら祖国を失うことになるわけだから、反ウクライナの士気は最も高いと考えられていて、実際、現在のロシア軍の中では新ロシア派武装勢力が一番強敵と言われているみたい。一方、南部のヘルソン州では東部と違い、新ロシア派の力はそれほど強くないし、戦力もほとんどないそうだから、ウクライナ軍の反攻に負けて撤退を続けるロシア軍への不満が溜まっているらしいとも聞こえてくるよ。ヘルソン州の新ロシア派幹部で自称副知事のストレモウソフ氏は通信アプリテレグラムにビデオメッセージを投稿、ロシア軍への不満をぶちまけていて、ロシア軍の敗走が続いていることに多数の人がかりに自分が今国防省だったら、自殺してもおかしくないと言っていると述べ、ロシアのショイグ国防省の責任を責めているような発言をしているね。ロシア軍中枢への責任追及については他の国にも動きがあるようで、ロシアの南にあるチェチェン共和国はウクライナ戦争に私兵部隊を派遣しているんだけど、ここの主張も東部戦線のロシア軍の戦略の稚拙さを批判。私がロシアの国防省なら、無能な司令官の恥を拭わせるため銃を与えて最前線に送り出すだろうという発言をして強く批判したよ。アメリカのシンクタンク戦争研究所の発表によると、ロシアのウクライナ侵略は首都キーウ攻略失敗、軍事作戦の失敗、ロシア国内で高まる部分的動員令への批判などを受け、プーチン大統領はそれらの責任を国防省などに押し付けて自分自身への追及を逃れようとする可能性があるんだって。その上で、国防省をこれからもスケープゴートとして利用するために、現時点ではショイグ国防省の解任を引き延ばし、いざとなったら全ての責任を負わせて解任するつもりだろうとプーチン大統領の心理を分析しているよ。このように、一緒に戦う仲間からも呆れられるほどの集大を晒してロシア軍だが、戦況を挽回するため、なりふり構わぬ動員令を出して戦力の補強は継続しているものの、ろくに訓練を受けられないまま、命のやり取りをする最前線に立たされた動員兵の悲惨な状況は続々と伝わってくるぜ。ウクライナ兵士などは戦意のないロシア人にはこの戦いは耐えられないだろうと言っているらしいから、士気の低い寄せ集めの動員兵の多い部隊は軍隊としては全く機能しないと断言しても良いと思うぞ。実はウクライナ軍兵士は、新しく動員されたロシア軍兵士は簡単に区別ができるといい、訓練を満足に受けていないので、
銃撃や砲撃から身を隠す方法を知らないまま立ち往生したり、恐怖のあまり集まって移動してしまうので、動員兵はいとも簡単に狙い撃ちできるということなんだって。実際に、ウクライナ軍の前に500人ほどのロシア軍部隊が出現したものの、行動が明らかに新人のものだったので、攻撃すると全員が戦おうとせず、すぐさま逃亡したというエピソードがあるみたい。命を懸けるわけだから、その場しのぎでは役に立たないし、厳しい訓練が必要不可欠だよね。ロシア軍の士気が低いというのはかなり前から言われていたし、その事実に対応するため、ウクライナ国防省はロシア兵向けに行きたいという名前の投降用ホットラインを先月開設したそうで、投降用というのもあからさますぎて驚きだよね。このホットラインはロシアが部分的動員令を発令した後からは相談件数が大幅に増加したと言われていて、ロシア軍の崩壊がいよいよ近づいてきたんじゃないかな。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。